はい、どうもです。今回はプロトン NMR を使った溶液中での物質の配合について、授業を行っていきたいと思います。濃度が、非常にですね、薄い場合は、単体として存在するんですけども、濃度が濃くなってくると、ある物質っていうのは二量体やあるいは多量体っていうものを作ります。それをですね、プロトン NMR でどうやってこの配合を、調べるのかについて、授業を行っていきたいと思います。では、早速ですけれども、こちらにですね、授業動画を準備しています。この授業動画を踏まえて、簡単にですね、NMR を復習しますと、NMR の原理はですね、こちらに示すような、式で考えることができます。このエネルギーの分裂が大きければ大きいほど、定時場側、NMR のチャートで言うと、左側に、検出することになります。NMR のチャートはですね、周波数ですので、周波数側で言うと、高周波数側に、ピークが出てきます。だからデルタ E が大きいと、高周波数側に出てきます。つまりですね、この物質のですね、磁場の大きさっていうものが、どこの位置に出てくるかっていうところを、決めることになります。では、今ですね、目印、単結合の H と、ベンゼン化にくっついている H っていうのが、大体どの辺に出るかっていうところを示してあります。単体結合のプロトンは 0.7 から 1.8ppm ですね。だからだいぶ、低周波数側に出ます。一方で、ベンゼン環の H っていうのは 7.0 から 8.5ppm などの、高周波数側に出るってことが、分かっています。なぜ同じプロトンなのに、全く違うところに出るかっていうところを、簡単に説明していきます。ベンゼン環のプロトンというものが高周波数側に出るっていうのは当然ですね。感電流ってものが関係してきます。今ベンゼン環の H に対して外部磁場 H0 がかかっていると仮定します。この H っていうのは当然ですね、外部磁場の影響を感じます。一方で授業動画でも説明してありますけども、この H の周りには電子がいますよね。この電子が外部磁場を受けて逆側の磁場を発生させます。つまりある遮蔽が起きる磁場が発生するわけですね。ここですね。結果としてですね、プロトンっていうのは同じプロトンなんだけど、どんな置換器につくかによってこの値が変わってくるから、出てくる位置が違ってたんですね。ではなぜベンゼン環のプロトンが高周波数側に出るかっていうと、感電流が働くからですね。ベンゼン環っていうのは P 軌道っていうものが π 結合ですね。ベンゼン環に対して立ってます。結果として磁場が発生すると感電流効果が発生して、この感電流によって磁場が発生します。ベンゼン環にくっついているプロトンっていうのは感電流によって生じた磁場が加わってきます。つまりこの H 分エネルギーの分裂が大きいので、より高周波数側にシフトするんですよね。メチル基の場合は低周波数側にあるんだけど、ベンゼン環の H っていうのは高周波数側にあるのは感電流による H の影響です。思い出しましたかね。ではこの話です。単体と二量体の話ですね。今この感電流によって生じた磁場がありますね。青い磁場、この青い磁場は外側にいるから外部磁場と同じ方向に存在するわけです。じゃあこの中央の部分ですね、今このベンゼン環を斜めで見てたのを真上から見るようにしています。真上から見ていた場合、ここで発生している感電流の外側にいる H っていうのは外部磁場と同じ方向の磁場をさらに感じることができるんですけども、この真ん中部分ですね、ここにいる H っていうのは実は逆側の外部磁場とは逆側の磁場が発生しているのが分かるかと思います。こっち側とこっち側ですね。
こう働くので。つまり何が言いたいかっていうと、このベンゼン環に対してこういう感じでベンゼン環同士が重なるっていう現象です。つまり二量体を形成すると、その物質が持っているプロトンっていうのは実は感電流効果によって低周波数側にずれたりもします。面白いですよね。そのことを利用してどのぐらいの量あると単体で、どのぐらい発生すると二量体になるのかっていうのを分析することができます。具体的には縦軸にケミカルシフトを置きます。上が高周波数、下が低周波数ですね。横に濃度をやります。そうするとこんなグラフが描けるんですね。まあこれはですね、実際にこのベンゼン環に対してなんかこういうような二量体を形成する場合です。こういうような感じでベンゼン環同士が重なって、このベンゼン環の外側の H っていうものが感電流のこの真ん中によって遮蔽される場合は、濃度が高くなるにつれてこの割合が多くなるので低周波数側にシフトしていきます。このベンゼン環、非常にシンプルな構造で書いてありますけれども、例えば色素とか NMR を測れる金属錯体とかを考えると、非常にいろんな形をしてますよね。その有機分子や、NMR を測れる金属錯体のプロトンを帰属して、その濃度を変更した時にシフトするものとシフトしないものがある。そうすると、あ、どういうように分子がくっついてるのかなっていうのを想像することができます、ね、つまり溶液中での介護状態を推察することができるわけです。では、まあこれでも、はあ、分かったと思う学生さんもいるかと思いますけれども、一応ですね、具体的な例を用いてですね、解説していきたいと思います。論文はですね、こちらのタイトルの論文です。こちらはですね、ニッケル、サレン錯体で、アルキル錯素をですね、4本生やしたり2本生やしたりすることによって、溶液中での介護状態とか、基板表面での物質の介護状態などを調べたような論文となっている。今こちらに示すですね、金属錯体があるんですけども、この金属錯体の H の部分ですね、H の部分には ABCD のそれぞれナンバリングがつけてあります。この HC と HD の濃度に対するケミカルシフトを調べたのがこちらの図となっています。少し論文をですね、そのまま、引用するのはちょっと著作権的に厳しいので、ちょっと手書きで書いているような図になってますけども、今この黒板に書いているものと、今こちらに示しているものだいたい似たような形になってますよね。つまり濃度を増やすと二量体になるからケミカルシフトしていくよと。で、結果としてどういうふうに介護しているかっていうと、こういうふうに介護しているんじゃないかっていうのを推察することができます。つまり、サレン錯体っていうのがですね、上下ひっくり返って重なっている構造を推察することができます。で、またですね、このどこから下がり始めるかを検討することによって単体と二量体になるタイミングも分かりますし、また論文中に記載されているこちらの式を用いることによってですね、二量体と単量体の平行定数っていうのも算出することができます。では今回はプロトン NMR を使ったですね、溶液中における物質の介護ですね、まあ、単体の時と二量体の時の平行の考え方、あるいは実験のやり方っていうのを解説しました。本講義は以上となります。ご視聴ありがとうございました。備考欄にですね、他の NMR の授業動画も公開していますし、なんだったら他の機器分析に関する授業動画も公開していますので、ぜひそちらも視聴してですね、見てもらえればいいかなと思います。
またですね、気軽にコメントにですね、質問書いていただければ、なるべく回答していきたいと思います。そしてですね、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。